オランダ、北ホラント州、アムステルダムに本拠地を置くサッカークラブ。エールディビジに所属。AFC アヤックスとも表記される。エールディビジ優勝は最多の26回 UEFA チャンピオンズリーグは3連覇を含む4回インターコンチネンタルカップ2回の優勝をしており、リーグ優勝10回のフェーエノールと21回の PSV と共に、 オランダの強豪クラブと認識されている。オランダで最も人気のあるクラブである。フェイエノールトとの対戦はデクラシケルと呼ばれる。1900年に創立。1971年から1973年にかけ UEFA チャンピオンズカップ3連覇を達成、優勝カップビッグイヤーの永久保持を認められた。1972年にはエールディビジ。 KNVB カップ、チャンピオンズカップを制覇してトレブルを達成。また、1972年のインターコンチネンタルカップで優勝。同じ年にリーグ、チャンピオンズカップ、コンチネンタルカップ優勝を果たした3つのクラブの一つ。オリンピスフスタディオン1900年3月18日にアムステルダムの小さなカフェからアヤックスは生まれた。創設者は、 フロリス・ステンペル。1902年クラブ名を FC ・アイウスと名付ける。名前の由来はギリシャ神話に登場するアイースという人物で、ステンペル自身この人物をとても尊敬している。1908年クラブ名を AFC ・アヤックスに改名。1910年初のコーチとしてジョンキー・ワンを雇う。とても、 フットボールと呼べる状態ではなかったチームを監督の指導によって上昇チームにまで押し上げる。1911年にクラブ史上初の一部昇格を果たす。1917年イギリス人監督ジャック・レイノルズの下で初のリーグ優勝とカップタイトルを獲得する。当時の彼のトレーニング方法は現在に至る世界有数の育成プログラムの基礎となっている。 28年から40年の間に5度のリーグ優勝へ導き、最初の黄金時代を迎える。しかし、第二次世界大戦の影響で一時クラブは弱体化。約10年間タイトルから遠ざかる低迷期へと続く。戦争中、オランダ人が立てこもるスタディオンデメールだけは制圧できなかったという逸話もある。1956年オランダのプロリーグ化が進む。 プロ第1号は、ピートカイザーである。1965年に、リヌス・ミケルスが就任。ミケルス監督が、トータルフットボールと呼ばれる戦術を作り、ヨハン・クライフ、ピート・カイザー、シャークス・スワルトラがそれを実践し、黄金時代が訪れた。ミケルス就任当時のアヤックスはまだ、ヨーロッパの第一線を行くクラブではなかった。 チャンピオンズカップは一度も獲得したことがなく、オランダリーグの代表といえば、フェーエーのオルトであった。ミケルスの最初の2年間は厳しく、困難なものであった。チームはうまく機能せず、イタリア、スペイン、イングランドの有力クラブのような巨大な経済力は持ち合わせていなかった。生え抜き選手、そしてオランダ人だけという、 限られた条件のもと、最高レベルの試合に挑戦していった。広角の危機にあったが、ミケルス就任の翌年からリーグ3連覇を成し遂げた。UEFA 主催のリーグにおいては、UEFA チャンピオンズカップの1968から69シーズン決勝で AC ミランに1の4で敗れたものの、この敗戦が、それから続く全ての栄光の始まりとなる。 翌シーズンは、クライフの他ヨハニースケンスや、アリー・ハーンなどの若手が育ち、1970から71シーズンから、チャンピオンズカップ3連覇を果たす。ロンドンでのパナシナイコス戦0の2 0監督は、シュテファン・コバチに代わるも、ロッテルダムでの対インテル戦0の2 0ベオグラードでの対ユベントス1 0 1 0アヤックスにとって輝かしい3シーズンであった。 これらの成功の多くは選手たちを鍛え上げたミケルスの功績であった。4から3から3、1973年、チャンピオンズカップ3連覇時のメンバーストイチシルビア、サンフルスホフ13ブランケンブルク12クロル5、ハーン15ニースケンス7ミューレン9レップ16、クライフ14カイザー11、1985年に、ヨハンクライフがテクニカルディレクターに就任。 アヤックスユースアカデミーを設立。1986から87シーズンはフランク・ライカールとマルコ・ファン・バステンラを要し、チームは UEFA カップ・ウィナーズカップを獲得した。1991から92シーズンはアシスタントコーチからトップチームの監督へと昇格したルイ・ファン・ハールの指揮の下 UEFA カップを獲得した。 チャンピオンズリーグ1994から95シーズン決勝では、エトビンファン、デルサール、ミハエル・ライツイハー、ダニー・ブリント、フランク・ライ・カールと、ロナルド・デブールとフランク・デブールの兄弟、エドガー・ダービッツ、クラレンス・セドルフ、ヤリ、リトマネン、パトリック・クライファート、フィニディ・ジョージ、マルク・オフェルマルスなどを率いて、イタリアの AC ・ミランを1から0で下し、 4度目の欧州制覇を成し遂げている。またこの年には、トヨタカップで、ブラジルのグレミオフブッパを PK 戦の末ツラークも勝利、クラブ世界一のタイトルを手にしている。1995から96シーズンには、再びチャンピオンズリーグ決勝の舞台に上がったが、ペルッツィ、デルピエロなどを擁したユベントスに、PK 戦の末敗れている。 なお1994から95シーズンから1995から96シーズンでユベントスに敗れるまでチャンピオンズリーグ19戦無敗という記録を打ち立てている。当時ルイファンハール監督が我々は負けることに慣れていないという名言を残している。以後はボスマン判決の影響を受けチームの主力や有望な若手を 他国の有力クラブから引き抜かれる傾向が強まったこともあり、ファンハールが指揮した第二次黄金期の強さを維持しながら、世代交代を進めることができず、欧州の大会で好成績を残せていない状況が続いている。ヨハンクライフ・アレナ、ボスマン判決以降、ユース育成に谷間の世代ができた部の外国籍選手で補った。アヤックスのスカウトもは、 世界中に及んだ。そして、獲得してきたのがイブラヒモビッチ、トラベルスイー、ミドといった選手である。2002から03シーズンのチャンピオンズリーグ、準々決勝 AC ミラン戦の激闘では、AC ミランのサポーターが健闘を称え、ロナルドクーマに率いるアヤックスのイレブンに、スタンディングオベーションを送っている。これ以降のシーズンも、2005から06シーズンまで、 チャンピオンズリーグ本戦に連続出場をし、2005から06シーズンにおいては、決勝トーナメント1回戦まで進出した。しかし、2006から07と2007から08シーズンは、予備戦3回戦にてそれぞれコペンハーゲン、SK スラビアプラハといったクラブに敗れ、チャンピオンズリーグ本戦出場を逃した。特に2007から08シーズンは、 チャンピオンズリーグ予備戦3回戦敗退で出場することとなった UEFA カップにおいて1回戦にてディナもザグレブにあぶれる失態を演じた2007年にクルゼロ EC2008 年3月に FC バルセロナと業務提携を結んだ2009から10シーズンはマルティニオル監督の下、34試合で106ゴールと圧倒的な攻撃力を見せるも 首位のトゥエンテに勝ち点1届かず2位に終わる。2010から11シーズンはチャンピオンズリーグの予備予選とプレーオフを勝ち抜き、5シーズンぶりにチャンピオンズリーグ本戦出場を果たす。ヨル監督がシーズン途中で辞任するなど、パフォーマンスが安定しない前半戦だったが、後任のフランク・デブール監督がチームに安定性をもたらし、首位決戦となった。 最終節の FC2 エンテ戦0で勝利し、劇的な7シーズンぶりのエールディビジ制覇を達成。2011年4月13日、東日本大震災の被災者支援事前試合として、アヤックス側から、J リーグクラブ清水エスパルスを招待し、入場料などの収益と、約2週間の募金活動で合計約600万ユーロが集まり、オランダ席十字を通して、 義援金として寄付されることとなった。2012年5月2日、BBB、フェンローを2から0で下し、エールディビジに連覇を達成。連覇は1993年から1996年以来16年振りの出来事。2013年5月5日、ビレム2を5から0で下し、エールディビジ3連覇達成。2014年4月27日、 ヘラクレス・ワルメロ戦で引き分けるも、クラブ史上初となる、ALDBG4 連覇を達成。2016年、これまで4年半の間監督を務めていた、フランク・デブールが退任。新監督にピーター・ボスが就任。2018から19シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグでは、予選2回戦から出場。SK ・シュトゥルム・グラーツ、スタンダール・リエージュ、ディナモ・キエフに勝利し、 本大会出場を果たした。グループリーグでは、バイエルン・ミュンヘン、SL ・ベンフィカ、エク・アテネと対戦。ドイツ王者は相手に2度引き分けるなど無敗で2位通過し、2015から16、シーズンの PSV 以来オランダ勢3シーズンぶりのベスト16入りを果たした。決勝トーナメント1回戦では、大会3連覇中のレアル・マドリードを相手に、 ホームのファーストレグを1から2で落とすもセカンドレグで4から1と逆転勝利し2006から07シーズンの PSV 以来オランダ勢12シーズンぶりの準々決勝進出を果たした。準々決勝では前々回準優勝のユベントスと対戦しホームのファーストレグで1から1で引き分けるもセカンドレグで2から1と競り勝ち2004から05シーズンの PSV 以来オランダ勢14シーズンぶりの準決勝進出を果たした。準決勝トッテナム戦では、アウェイのファーストレグを1から0で勝ち、ホームでも前半のうちに2点を追加。合計スコア3から0として、通過を決定付けたかに思われたが、トッテナム MF、ルーカスモーラに、後半だけで3点を返されアウェイゴールの差で、逆転敗退となった。それでも、 予選出場チームのベスト4進出は、史上初の快挙であり、欧州トップクラスの強豪クラブを相手に一歩も引かず、渡り合った若手たちの戦いぶりは、世界中から賞賛された。19から20シーズンのチャンピオンズリーグには前、シーズンオランダ王者として3次予選から出場し、ポック・サロニカとボエル・ニコシアを下して本戦への切符をつかんだ。 グループステージでは、チェルシー、バレンシア、リールと対戦。トップクラブ不在の混戦の末、最終節バレンシア戦はホームで、引き分け以上なら、突破という状況であったが、先制されて取り返せないまま0から1で敗北し、グループ3で L に回った。L ラウンド32では、スペインのヘタフェと対戦。アウェーのファーストレグを0から2で落とし、 ホームのセカンドレグでも先制され、その後2点を返すが力尽き敗退した。なお、直近にシーズンの欧州カップ戦においてアウェーで敗れたのは、これが初めてであった。一方エールリビジでは、序盤から優勝争いのポジションを維持。25節時点で、AG と勝ち点で並び得失点差で上回って1位であったが、ここで、 同時期の新型コロナウイルス感染拡大により、リーグ戦の中止が決定し、そのままシーズンを終了した。なお、1位ではあるが優勝クラブとしては扱われない。20から21シーズンのエールディビジ第6節、BBBE フェンロー戦で13から0の記録的大勝利をして、オランダ一部リーグにおける1試合の最多得点記録を更新した。トロフィールーム中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 2021から2022シーズン体制上記2つはアムステルダムアレナが完成するまで併用。ありがとうございます。